松永久秀。松永久秀は、戦国時代の武将。大和国の戦国大名。官位を合わせた、松永團城の名で知られる。弟に、長いより、嫡男に、久道、久秀のおいで、松永家の姓を継承した、霊主、帝徳の父。はじめは、三好長兄に仕えたが、やがて、三好政権内で実力をつけ、 室町幕府との接触などで活躍した。久秀は、長径の配下であると同時に、交渉の一環として、室町幕府第十三代将軍、足利義照の傍らで活動することも多く、その立場は非常に複雑なものであった。また、長径の長男、三吉義雄と共に、政治活動に従事し、同時に管位を授けられるなど、主君の着難と同格の扱いを受けるほどの地位を、 得ていた。長慶の死後は、三義三人衆と時には協力し時には争うなど、理合衆散を繰り返し、機内の混乱する情勢の中心人物の一人となった。織田信長が義輝の弟、足利義明を奉じて上落してくると、一度は降伏してその家臣となる。その後、信長に反逆して敗れ、死に山城で切腹もしくは昇死により自害した。 茶人としても巧妙であり、茶道具と共に爆死するなどの創作も知られている。英承5年、1508年生まれ。出身については、阿波国、山城国西岡、現在の西京区、摂津国510の土豪出身など小説がある。長江正一は、西岡出身の商人の生まれで、斉藤道三と同居であったと断定している。しかし、道造は、 その後親子二代にわたる立身であると判明し、当てはめるのは困難だとされ、2012年からは、摂津国五百十の土豪出身の説も大きくなっている。天文二年、1五百三十三年か天文三年、1五百三十四年、五より、細川市の帰還、三好長慶の雄筆、初期として使えたと言われている。資料における初見は、天文九年、 1540年と言われている。天文9年、1540年6月9日、長慶が西宮神社仙駆公用の仙駆伝二段を門前寺院の延伏寺、サイレン寺、東全房の各公衆に寄進する内容の書状を33歳の久秀が壇上中の歓名で連達している。同年12月27日、堺の合唱、正直や、 樽井い人材門の城の購入地反物にも、久秀が添え城を発給しており、この頃武行の職にあったとみられる。資料上の初見の時期からも、三好長兄が、それまでの三好勢のように、機内の争いで一時敗れても阿波に帰らず、小清水城主として、摂津軍群反国の守護になり、初めて機内での統治を行った際に、戸様の家臣として取り立てられ活動していたとみられる。 天文十一年1542年には、三好軍の指揮官として、貴沢長政の討伐後なおも春道する、山戸黒人の残党を打ちするため、山城南部に在陣した記録があり、この頃には、官僚だけでなく、武将としての活動も始めていた。長兄が、細川春元の部下であった頃から、仕えていたようだが、本格的に対等してくるのは長兄が春元を、放築して、 機内に政権を樹立する頃からである。松永久秀の抜擢は、三好政権における人事の特殊さを表していると指摘される。低い身分、戸様からの重臣への抜擢自体は、他の大名家でも見られるが、上杉家は、樋口兼継ぐに、直江家の跡を継がせ、直江の城と家臣団を継承させ、北条家は福島、串間綱重に、 北条の名字を与え一門に列席させるなど、抜擢するに応じて、総応の価格、地位、領地、家臣団を得ている。滝川和正や明智光秀を、戸様から抜擢した織田信長も、価格という観点から、秩序維持のために、光秀や庭長秀に、これ等し、これ住氏の名跡を継がせている。信長の場合、彼らの出世が、従来の織田家府代を中心とする。 価格秩序と祖語をきたすであろうと信長が予測し、その祖語を未然に防ぐための措置と指摘される。これらと比較して、三好長兄は、久秀や岩成智道を登用し、彼らは三好政権で数うな地位につくほどの重心となったが、彼らが、阿波時代からの三好普代の名跡と価格を継承した、形跡はない。これは、三好家の人事登用が、 従来の価格秩序にとらわれないものであったことの、少佐と言われる。天文十八年、1549年、三好長兄が、細川春元、室町幕府十三代将軍、足利義輝らを、大見国へ追放して、京都を支配すると、公家屋寺社が、三好家と折衝する際に、その仲介をする役割を、三好長一と共に果たすようになった。例えば、同年、 下の山品ときつが今村吉馬から所領の利益を横領されたため、これを回復するために長兄らと交渉を開始するが、その際にたびたび交渉先の相手として久秀が登場している。同年12月には久秀は本願寺の少女から贈り物を受けている。久秀は長兄に従って上洛し三吉家の火災となり、壇上中に任官し、壇上中の闘病である、 下代、総大を称する、下代を称したのは、永禄三年、1560年からともされる。上落後しばらくは、他の有力武将と共に、京都防衛と外敵総統の役目を任され、天文20年、1551年7月14日には、当陣に攻め込んできた、細川春元法の三好正勝、香西元成らを、 弟の長寄りと共に攻めて打ち破っている、小国寺の戦い。しかし、この戦で両軍の放火のために、小国寺の達中、ガランなどが、怪人に返してしまう。長兄に従い幕政にも関与するようになり、長兄が機内を平定した、天文二十二年、1553年に、摂津滝山城主に任ぜられる、工事二年、1556年7月とも、 同年9月には、長寄りと共に、丹波国の旗の衆親のこもる数係山次郎を、攻めるが、旗の市の援軍に訪れた、三好正勝、香西元成に、背後から奇襲を受け惨敗を起死する。この戦いで、味方の内藤国貞が戦死を遂げ、内藤家に混乱が生じる。その後は長寄りが、国貞の意志である戦勝の後見人をするという、形式で、内藤家を継承。 丹波平定を進めていった。天文24年、1555年、久秀は、六角義方の家臣、長原茂雄記に送った書状の中で、将軍、義輝を、悪だみをして長兄との約束を何度も反故にして、細川春元と結託しているから、京都を追放されるのは、天罰であると断劾している。また、長兄の書状も合わせて送り、長兄が、 天下の性質を願っていることを伝えている。工事二年、1556年、武行集に任じられ、6月には、長兄と共に、堺で三好元町の25回帰に参加している。同年7月、久秀の居城滝山城へ、長兄がおなりし、艦隊された。久秀が先暮れまで、そして関瀬元忠の脳で長兄をもてなした。A6 元年、 1558年5月に、足利義輝、細川晴元が、大見国から進軍をして、京都郊外の東山を伺うと、久秀は、吉勝院に布陣し、弟の長より、三好一門州の三好町一、伊勢定高、久家の高倉久師匠と共に落中に突入して、威嚇行動を行った後、将軍山城と如意がた家で、幕府軍と交戦し、 十一月には僕が成立すると、摂津国へ戻った、北白川の戦い。A62 年、1559年3月、三好長慶は、倉間寺で花見を開催する。この際、久秀でも、谷総洋、三好義沖、寺町通明、斎藤はじめ即、盾り細川藤らと共に参加している。また、同年、部下の楠木正虎、 クスノキマサシゲの子孫が、北朝から朝敵として扱われているが、これを謝面してほしいと前から願っており、久秀はこれを聞き入れて、大町天皇に謝面を許可してほしいと交渉している。マサトラは謝面された上に、川内守にも任官された。この交渉とそれにおけるクスノキ氏の朝敵謝面には、足利義輝も関与しており、彼も謝面に同意し許可した。しかし、義照にとって、 足利家の旧敵であり敵対した南朝の中心人物である靴の騎士を謝面することは内心とても不愉快であったろうし強い危機感を抱いたに違いないという指摘もある。久秀は同年5月の河内国遠征に従軍し戦後は長慶の命令を受けて残党狩りを口実に8月6日山和国へ入り1日で筒井淳慶の本拠筒井城を陥落させ追い払った。 次にヘグリダニを焼き、つつい方の戸イ氏を破った。A63 年1560年には、幸福寺を破って、山と一国を統一する一方、長兄の嫡男、三好義之と共に、将軍、義輝から獄州に任じられ、1月20日に、壇上消失に任官。6月から10月までの長兄の再度の河地遠征では、山と国に残り、 7月から11月にかけて、山和北部を平定し、三好家中の有力武将として台頭していった。そして同年11月に、滝山城から山和北西の信山城に移って居城とする。やがて、信山城に天守を造営した。永六4年1561年2月4日に十4日に少女されると、 それまで称していた藤原氏から源氏を称するようになった。また2月1日には吉輝から切り者と塗り越しの使用を許された歴名土台お湯戸の日記伊勢定記がこれは長慶夫子と同等の待遇であり、すでにこの頃には幕府から主君長慶と喫行するほどの勢力を有する存在として見られていたことがわかる。吉照が三大などをする際、久秀は 吉しとともに幕臣として随行しており、また、吉輝のもとに出資して、仕事を行う頻度も増えてゆく。この国衆任命が、久秀の政治生命、人生における一つの分水例とも釈され、久秀と吉輝が関与する資料がこれ以降増加する。長兄には、多くの悲観がいたが、ここまでの出世を遂げたのは、久秀和人である。この頃、久秀は、長兄と、 創獣、同居の関係、現女大創上記にあり、長兄の側近として特に徴用されていた。同年からは、六角氏への対応のため、三好軍の主力を率いて、しばしば交戦している。永6 4年、1561年3月、将軍、吉輝が三好義沖の邸宅におなりし、艦隊を受ける。ここで久秀は、吉照に立ちを献上したり、 吉輝テルの側近たちを接待したりするなど、三好家の人間として、吉輝テルたちを接待する一方で、愚足の心情、吉輝テルたちへの食事の配膳、食事中の吉輝テルに酒を注ぐなど、極州の仕事も務めている。またこの将軍おなりの宴席では猿学が催されたが、久秀は、その際に洋客を運ぶ仕事をしている。 これは、ヨシテルを艦隊する三好一族と、ヨシテルの側近のみが許可された仕事であり、三好一門ではない久秀は、獄衆としてこの仕事を行ったと推測される。将軍おなりにおける、久秀の仕事は、彼が獄衆として、非常に多くの仕事をこなしていたことを示し、それは、久秀が、幕府、将軍と三好家の間を仲介し、両者の関係を取り持ち進化させる中隊としての割を、 持っていた少佐でもある。極州への任命によって、久秀は、三好家家臣、長慶悲官として活動するのと同時に、吉輝の側近のような立場としても活動した。英六四年、1561年、足利吉輝が、三好義沖の邸宅におなりした、際の、久秀の行動からはそれを如実に伺わせる。久秀は、 三好義雄が吉輝の昭晩衆に任命されると、ほぼ同時に、極衆に任じられ、同時期に十四位下の官位を授与され、切りの使用を許可されていることから、家中における地位は、長兄着難である義岡と同格に近いものだったと見られる、昭晩衆と極衆の違いはあるが、こうした飛躍的な出世、当主の着難と同格の地位まで上り詰めたことが、彼が、 三好家に下国城をして成り上がったと後世で言われる一因ではないかと指摘される。しかし、三好家の実権は没するまで長兄が握っていた。つまり、三好家の実質的なトップは最後まで長兄でり、久秀は長兄を出し抜こうとしたりその意に反した形跡はない。また、久秀は三好長兄から山と一国の管理を任され、その権勢は非常に強く、 一国の大名のような立場になっていた。a 禄四年1561年11月には、三好義雄と共に、六角義方と京都付近で戦う、将軍地蔵山の戦い。a 禄五年1562年に、三好軍を結集させ、河内へ出陣し、5月に義方と結んだ、河内国の畑山構成を打ち破り、久米田の戦い、京皇寺の戦い。 木の国へ追放している、6月には、吉方とは僕。9月に、長慶に逆らった、幕府満所執事の伊勢貞高、貞吉不死を討伐するなど功績を挙げてゆく。同年に大和と山城の国境付近に、多門山城を築城、移住し、大和国人、重死縁勝ちを降伏させ、永禄6年、1563年1月には、東の峰市とと戦うが戦し、 足利義輝に仲介を依頼している。この時、和睦を仲介していた義輝はそれに応じない、遠野峰川に不快感をしていたという記録、お湯殿の上日記があり、心情的に、久秀川擁護に回っているとも解釈できる。敵対時には久秀が義輝の境遇を、天罰と罵り、また永六年間に、満州院と松梅院との総論をめぐり、 義弦と久秀が激しく口論を行う姿が記録される、左衛門の特局法書案など、当初は険悪な関係にあったと思われる両者だが、義岡、久秀が幕臣として義弦と接する機会も増え、決して常に対立していた関係ではなかったとも言える。この年の12月14日、家督を、嫡男、久道に譲ったが、現状を年期、隠居したというわけではなく、以後も、 前線で活躍する。久秀が勢力を増加させていく一方で、主君、三好長慶は、弟の統合一存、三吉十九、嫡男、三好義岡の相次ぐ死去などの不幸が重なった。一存や義岡については久秀による暗殺説もあるが、一存の死因は楽場、義岡は病死とされている。また岩成智道に宛てた書状では、 吉沖が病に倒れたことに心を痛め、改めて、三好家に忠誠を誓い打ち字に戦覚悟があることを伝えている。A67 年、1564年5月9日、三好長兄の弟である、畑冬、安氏の死去により、三好家では久秀に並ぶ実力者は、あわで国主を補佐していた、篠原長房のみとなる。7月4日に、長兄が死没すると、しばらくは、 三好三人衆、三好長一、三好周一、岩成智道らと共に、長兄の老い、三好義継を担いで、三好家を支えた。a 禄八年、1565年5月19日、息子の久道と三好義継、三好三人衆が軍勢を率いて上落し、室町御所の足利義輝を襲撃して殺害する、a 禄の変。 この事件は久秀が首謀者のように言われているが、この時期の久秀は経営の出資は久道に任せ、大和国にいることが多く、事件当日も大和国におり参加していない。また、各系と交渉、この当時創籍に入っていた原属前の足利義明の書状から、久秀は、事件直後に義明の命は、取るつもりはないと精子を出しており、実際に、幸福寺での監禁は、 外出を禁止する程度でさど厳しいものではなかった。義継、久道、三人衆チ、襲撃犯が義輝の子を解任していた、次女や弟のシ公を殺害したことに比較すると、温情的な処置であり、久秀は、義輝殺害に全く関与していなかった、または、消極的だったとも言える。一方で、久秀は、義輝殺害に強く反発した形跡が見られず、 殺害そのものは容認していたのではないかとも推測される。久秀は、吉輝の死という突発的な状況に、吉明を庇護して、それを将軍に末苦靴として操ろうとしていたのではないかとも言われる。久秀は直後、キリシタン宣教師を追放する。しかし、同年8月2日に、弟、長頼が丹波国で廃止して、三吉家は丹波国を喪失。 やがて久秀は、機内の主導権をめぐり三人衆と対立するようになり、十一月十六日に、義継を担いだ三人衆が久秀と断交。両者は、三好家中を二分して争い、これが内乱の幕開けとなった。A69 年、1566年には、三好安永やあたかの安ら一門衆も三人衆側に加担し、三人衆が、 新たに担いだ十四代将軍、足利義秀からも討伐令を出されるなど、久秀は、三好家中で孤立してしまう。二月に、畠山高正、安美宗房と同盟を結び、根頃衆とも連携して、義次の居城高野城を攻撃するなど、なんとか勢力の挽回を図ろうとするも、三人衆は、泉国境を襲撃。二月十七日、久秀は、 畠山軍と共に三人衆と同盟者の大和国人、筒井淳慶と境近郊の上芝で戦うが、上芝の戦い、両者の胸撃を受け松永、が、畠山軍は敗退する。久秀は、一旦多門山城に退却して五月に再度、出陣し、かつての両国摂津で味方を募り、境で畠山軍と合流した。高谷城では、三好義嗣の悲観である金山氏 金山信沙が久秀へ内容を図るが、高谷州にそされ失敗し、高谷城から出撃した三人衆に、堺も包囲されたため久秀は五月三十日に、堺から逃亡し、数ヶ月間行方不明となった、永禄以来年代記。後世は三人衆と和睦し、摂津、山城の松永方の書状は、篠原長房、池田勝政などの援軍を加えた三人州に、 次々に落とされ、留守中の多門山城は久道が守っていたが、筒井淳慶が山和を荒らし回るなど劣勢に立たされた。ところが、a 禄十年、1567年2月16日に、再び、金山信貞の手引きで三人衆の元から見よし、吉継が久秀を頼って出奔してきたため、これを契機に勢力を盛り返し、4月7日に、境から、 死ぎ山城に復帰した。4月18日に三人衆が大和へ出陣。久秀は、長い大陣の末に10月10日に三人衆の、陣である東大寺の奇襲に成功し、機内の主導権を得た、東大寺大仏殿の戦い。この時大仏殿が消失し、大仏の首も落ちた。茶陣でもあった久秀は、近辺の松役生の手貝屋敷となっていた、茶室。 呪行座敷が失われるのを惜しみ、信仰に先立ち、松屋の椿井邸宅に解体して避難させた、松屋回帰。一般的には、久秀の命によるとされているが、大仏殿に火をつけたのは誰か、あるいはそもそも放火なのか失火なのかにつては、諸説ある。松永久秀軍による陛下の残り火が、倉庫に燃えつき、そして北家道から大仏殿回廊に回り、 本殿に燃え移った出荷であると、同日の奈良での記録がある、大乗院日記。その一方、ルイス・フロイスの日本史では、この出荷は、三好法のキリシタンの放火によると記述されている。三好義次は2月28日付で、南山城国人の津波市に宛てた書状で、三好三人衆の悪逆武道を鳴らし、また、久秀の三好家に対する忠誠心を称し、 これを見放せず蔵返したと述べている。実際これ以降の久秀の行動は、吉継とほぼ共にあり、三人衆や、阿波三好家、三好長春とは激しく対立したものの、やはり、三好家当主には、忠実だったと言える。しかし、この時点で、久秀に味方したのは、畑山高生や年頃衆、橋尾高春ら一部の勢力だけで、 四国に強い地盤を持つ淡美吉家の篠原長房、率いる大軍勢を味方につけた三人衆とは大きな勢力の開きがあり、三人衆との戦いは終始劣勢であった。a 十一年、1568年になっても三人衆は軍を大和に駐屯させたまま、久秀の監視体制を継続、6月29日に、死山城が三人衆に落とされるまでになった。 新山城の戦い。多門山城に籠城していた久秀が、打開策として考えていたのが、織田信長の上落で、永六九年、1566年の段階ですでに、信長と交信していて、信長も山和国人衆に、久秀への助力を伝えている。六十一年、1568年9月、足利義明を擁立した信長は、上落に成功し、 信長の上洛に協力した久秀は、当初は、信長の同盟者の立場にあった。10月2日には信長に対して、人質と名物といわれる茶器、つくもがみなすを差し出した。久秀は、幕府の有力な構成員となり、山と一国の支配を認められた。三人衆は信長に抵抗して9月に、機内から駆逐され、 足利義秀も上落できず休止したため義明が十五代将軍となり、機内は信長に平定された。この後も、三好義継、松永不死は昭晩州や国州に任じられた義明の幕臣としての刑での活動が記録に残っている。大和の有力黒人は、ほとんどが筒井純慶に属していたが、信長が十月に、家臣の佐久間信盛、細川藤孝 まだこれもさら二万の軍勢を久秀の援軍として、大和に送ると、この軍勢と協力して、次第に大和の平定を進めていく。一段落した12月24日には、岐阜へ赴き、さらに、不動国行の刀以下の署名物を献上した。A62 年、1569年も、大和平定を継続し、対する巡慶は、没落を余儀なくされていく。 またこの年の本国寺の返事には、岐阜に滞在しており、事件の際には、信長と共に上落し駆けつけている。元気元年、1570年、信長の朝倉義景討伐に、吉継や池田勝馬紗と共に参加し、信長が妹婿、浅井長政の無本で撤退を余儀なくされると、大見国旧北国領主、く木本綱を説得して、味方にし、 信長の窮地を救っている、金ヶ崎の戦い。また、同年十一月から十二月にかけて信長と三、人衆の和睦交渉にあたり、久秀の娘を信長の幼女とした上で人質に差し出して和睦をまとめている。以後も、信長の家臣として、石山本願寺攻めに参加するが、次第に、信長法位網が形成されてゆくにつれて、足利義明に通じたとみられる。 義継、久秀ヒどもに、名目上は、将軍、義明の幕臣であり、信長とはあくまで協力関係にあり、従属する義理も、なかったとも言えるが、元気2年、1571年の時点で、海国の武田信玄から書状が送られており、この時点ですでに信長に対する不穏な動きが見とれる。また三好義継と共に、 和田これ政や筒井淳慶としばしば争いを起こしているが、8月4日の辰野一条の戦いで筒井方に大敗し、竹内秀勝らの有力な家臣を失っている。元気三年、1572年、ついに久秀は信長に対する敵意を明らかにし、三好義継、三好三人衆らと組んで信長に敵対した。しかし翌元気四年、1573年、 天正に改元4月、法医網の有力な一角である信玄が、正常作戦中に病死し、武田氏は撤兵。7月に、足利義明が信長に敗れ追放、牧頭城の戦い。11月に、三好義継も、信長の武将、佐久間信森に攻められ敗し和歌江城の戦い。12月末に予政を勝った、織田軍に、多門山次郎は包囲され、 多門山次郎を信長に差し出し降伏した。三人衆も信長に敗れ壊滅し、後意も和解した。翌天正二年、1574年1月には、岐阜に来て、信長に越見、筒井純慶も信長に服属している。以後、久秀では、対石山本願寺前石山が戦の指揮官である信森の寄り木とされたが、目立った動きはない。天正五年、 1577年に、上杉謙信、毛利輝元、石山本願寺などの反信長勢力と交応して、本願寺攻めから勝手に離脱。信長の命令に背き、死に山城に立てこもり再び対決姿勢を明確に表した。信長は、松井勇敢を派遣し、理由を問いただそうとしたが、死者には会おうともしなかったという、信長後期。信長は、着難。 織田信忠を総大将、筒井勢を主力とした大軍を送り込み、10月には、信山次郎を包囲させた。佐久間信盛は、名機、古典名平雲を城外へ出すよう求め、久秀は、平雲の釜と我らの首と二つは、信長公に、お目にかけようとは思わぬ、鉄砲の薬で粉々にぶち壊すことにすると、返答した、川澄大公記。織田軍の攻撃により、 久秀は10月10日に平雲を叩き割って天守に火をかけ自害した。首は安土へ送られ、多門院日記、遺体は筒井淳慶がだるま寺へ葬った大和資料。去年68歳。10年前に東大時代仏殿が焼け払われた日と同月同日であったことから、兵は春日明神の神罰、神仏集合三章だと噂した信長後期。 日付イコール旧歴、松永久秀が、三好三人衆らと争っていた A68 年、1565年、または A69 年、1566年頃、日本で最初に高淡祭、クリスマスを理由に休戦を命じた、あるいは応じたというエピソードが巷に広く伝えられているが、そのような事実を示す文書は存在しない。この話の元となったのは、 フロイス日本史の記述である。それによれば、とあって、これは単に、松永方に属する兵と三好三人衆方に属する兵のキリシタン計70名が共に仲良くミサに行って、パーティーを開いたという内容でしかない。堺井志では、このフロイスの記事を A69 年の出来事として否定している。しかし、久秀本人は A69 年、 1566年5月の時点で、三好三人衆の行為に遭い、堺の町から敗走している。以後しばらくの間は、完全に消息不明となり、この年のクリスマス前後、旧暦11月14日頃も依然として、潜伏逃亡中の状態が継続していたのである。彼が歴史の表舞台に再び姿を現すのは、翌年の A60 年。 1567年2月16日における、三好義継との再会を待たねばならない。そもそも、久秀は、日蓮宗本国寺の達中、改善院の大断落ちであった。当時の機内の日蓮宗、北家宗の協議からすると、キリスト教のみならず、他宗一般に対する彼の態度が、否定的なものであったことは、容易に推定される。そして、 こうした推定を裏付ける傍証として、A68 年1565年7月5日に、大木町天皇より、三吉義継にあてて下された、キリスト教宣教師の落外追放を命ずる、女房法書が、久秀自身による朝廷への要請と、彼と信仰を同じくしていた久家の竹内喜春の信言に応じて、発せられたものであったという事実も近年の研究で明らかとなっている。 久秀本人が、永六八年や九年の時点で、クリスマス休戦なるものに関与したとの通説は、今のところ何一つ明確な証拠が確認されていない、話であるということができよう。なお、久秀のおいである、内藤助安や、当時配下の武将であった、結城忠政、高山智照などは、永六八年頃にはすでにキリシタンに改収しており、彼らの率いる軍勢の中には、 多少のキリシタンが存在していい。よって、久秀がキリスト教排撃論者であったという事実は、フロイス日本史において記録されている、松永方の少数の兵による高単細ミサ参加という逸話それ自体の信憑性までをも妨げるものはない。父親については全く不明であるが、久秀の母親は資料に名前が見えている。三好長兄と当時が、 総論の最挙の交渉を行っている際、久秀は、その仲介をしていた。当時は、安井隆春という人物と契約していたが、この総運ぶの書状の中に、久秀の母親が病であり、堺で療養していること、それを、長兄も心配していること、久秀の母の元に赴いて薬を与えたこと、当役は走行して、久秀の母親は解放へ向かっていることなどが、記されている。 工事2年、1556年のことである。多門院日記によれば、久秀の母親はこの後も、堺で暮らし、A61 年、1568年に84歳と、有長寿をもって逝居したという。妻は二人確認される。和ズとは、時継ぐ狂気に登場する。今村慶満に横領された時継ぐが、その回復のために久秀との交渉をする中で、 取り次ぎを時継ぐから頼まれている。名前は不明だが、松永女房と呼ばれている。もう一人は、広橋康子であり、苦行、広橋国光の妹である。一条剣冬の妻であったが、彼と死別した後、久秀に嫁いだ。康子は、永禄七年、1五百六十四年三月に死去している。子供は、久秀が、松民に宛てた書状によると、久道に、 兄弟もなくとあり、松永久道和としか確認できない。ただし、多門院日記によると、市議山城落城前の10月1日に、松永金吾、久道が、本城で殺害されたとあり、市議山城で自刃した、松永不死の息子は、久道と別人である、可能性がある。弟の松永長よりは、その軍事的才能により、久秀よりも早く、 三好家中で頭角を現し、当初は出頭人である弟の名声の陰に、久秀の名は隠れた状態であった。長寄りの子は、キリシタンの内藤助ンである。死祭不明ながら、もう一人、弟が存在した可能性がある。以下、佐賀藩士である、間渡りとしつが、聖徳年間に表した、北越戦士、九州知乱記の記述であるが、 非禅国友賀の密造寺空演という旅の僧が、現れ、竜造寺高信はそのものを招いて、砲弾を聞くとこれに帰還し、引き止めて、密照寺の住職とした。この空演、自らの小国と属性を語らなかったのであるが、天正五年、1577年に、高信が知事は直位を攻めた際に、竜造寺勢の本陣に来訪し、その陣が崩壊しかけると自ら、なぎなたを取って、 我は、龍蔵寺ともが、三つてる寺が、寺僧、空縁。実は松永壇女が弟となるぞ。出家とて侮などるなかれと述べ、敵を四方八方に追い散らして討ち死にしたと記述される。斎藤道蔵、浮田直家と並んで、日本の戦国時代の三大教友とも評されている。下国城の代名詞、無本癖のある人物などのイメージを一般には抱かれており、 小説をはじめとした創作物においても、そのような人物として描かれることが多いが、こうした久秀のイメージは、後世に成立した常山治団などを転居として成立したところが大きい。しかし実際の久秀は、四君、三好長慶の存命中は、目立って謀反を起こしたり戦争をしたことは一時史料からは確認できない。また、長慶の着難、 義しや長慶の弟、東郷一存を暗殺し、長兄の弟、あた冬安氏を残訴して殺させ、三好政権を崩壊へと導いたと言われるが、これらの情報も多くは、軍機物などを転居としたもので、信憑性に乏しい。天野忠之は、松永久秀が裏切り癖のある悪人として評価され、それが定着したことについて、爆犯体制が安定化して、家臣が、 普代ばかりになったため、久秀のような成り上がり者は、ただの脅威とししか見なされなくなった、そういう秩序の安定した社会の風潮が原因ではないかと推測している。また、長兄の死後、三好家の中核は、長兄の弟、実九の家系である淡三好家、三好長春らが中核になってゆく。久秀は、この淡三好家と対立するようになった。そうしたことも、裏切り者、 共有のイメージ情勢に影響したのではないかとも指摘される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。